ホームランは22本。今日清原が打ちましたんで一つ清原に引き合って伊藤敦則はこの秋山はほとんどカモにしてまして19打数の3安打。しかしこの清原には打たれております。ライトへのホームラン、先ほどの当たりです。今日のゲーム含めて4試合で5本のホームランなんですが、東尾さん、ライトのスタンド行ったのは初めてですね。そうですね、センター方面が多かったですけどね、はい、まあ、昨日はレフトへ、昨日はレフトへ、芝生の向こう側でした、完璧な一発というふうにも言ってました。ただね、今これ4点差あって先頭バッター秋山はね、ワンストライクとレッドボールでしょ、はい、ちょっとやはりインサイドのボールがね、そんなこうコントロールされてませんから、まだ分かりませんよね。回は6回に入りました。疲れも本当にピークに達する頃でしょう。ストレートをね、やや差し込まれたんですけどね、まあまあ、マークをつけてね、ライト方面は大きいホームランでしたよね。今度は初球ボールで入りました。アメリカ製のホワイトアッシュというダイスのバットに変えたんですよね。そうしましたらいきなり3連続ホームランと、昨日は場外ホームランと、はい、まさに打ち出の小槌といったような感じなんですけどもね。あのきっかけはね、今月初めの日本ハム戦でマーシャルの使っていたバットを見て気分転換で使ってみようと思ったら、この反発力なんで本人もびっくりしているそうなんですよね。小槌さん、バットの重さとかも違うわけですね。いや、あのバットの重さ、長さは 950g で使っているという話でした。あ、そうですか、はい、で最初は興味本位だったんでね、5本ばかし注文したんですけれども、その日のうちに早くも効果てきめんということで、すぐさま6本追加したそうです。なるほど、そうですか。ホームラン量産のバット、ワンエンドワン、これもいったか、どうか、伸びないか、フェンスいっぱい、ダメです。あ、うん、間挟まれますから、なるほど、ね、ちょっとハリシュート回転とかね、うん、そういう回転で入ってきますから甘くなりますよね。なるでしょうね。ピンチヒッターに鈴木健が起用されました。ツーアウトランナー二塁。こうね、うん、厚く持つボールの方が多いですよね、うん、指先にこう引っ掛けるボールはそんなに少ないと思います。なるほど、腹で持つ分はやっぱりカーブとかそういうのが多いですよね。多いですよね。あ、なるほどね。まさに代打の切り札を森監督はここで起用してきました。今日はスタジオから飯村アナウンサーがデータを伝えてくれます。セカンド、これは正面にあった。今度はがっちり取った福良、一塁へ送って。